凄まじい本ですね鹿島さんいやこれ8年かかりましたねか今回のゲストはン芸人として活動する傍ら数多くの執筆活動も行う鹿島が登場ジャングルの中に行ってロケをするんですけど本当に危険なことも隣り合わせで毒蛇がわっって降って降きたりとかかつてやらせ番組と揶揄されるも絶大な人気を誇った 川口浩士探検隊の真実を語り尽くしますなんか私はこの本を読んだ後だと限りなくガチだったんじゃないかっていう風にもやっぱ思ったし はいええこんばんはブックスタウン TV 今夜もお届けしたいと思います江上ちゃんよろしくお願いしますお願いしますいや今日のゲストの方はですね重厚な新刊を冴えてやってきてくださっております僕もねお会いするのかなり久しぶりなんで私は初めてなんですそうですかいや楽しみでした。じゃあご紹介しましょうか無事芸人のプチカ島さんどうもよろしくお願いしますよろしくお願いします頑張りますお願いします本当嬉しいですありがとうございます ゲストのプチ鹿島は時事ネタを得意とするピン芸人として活動する傍ら執筆活動や映画監督など多彩な活躍を見せていますいやでか美ちゃんこれね鹿島さんいつの間にこんな本を書いて、うんはい、書く時間があったのかという一冊ですけど、うんはい、やらせと情熱これこすさまじい本ですね鹿島さん。 いや、これ八年かかりましたね。八年。年かかええー、ただ、僕好きでやってたことなんで、<い>そんなに八年かかったかっていう感じで。うんうん、そんな時間は感じなかったんですよ。かつて世界を股にかけ、未知なる生物などを追い求めた人気番組。川口博浩探検シリーズ。やらせだとそしりを受けた探検隊の真実を探ったノンフィクション作品。 ちゃんまずね川口浩探検隊ってででんそすすような私は正直なんかあの字面この字面は知っているこういうフォントのテレビで都市伝説を追っているような番組がどうやらあったらしいぐらいの知識で知らなかったです正直知らなくて当然なんですよ多分それこそ40代後半50代以上のリアルタイムで見れた番組なので。 だから僕はなんかその未知の怪物を楽しんでいただくっていう番組コンセプトがそうなんですけど僕はこの本自体も番組の知識がなくても未知の番組だとしても楽しめるようにっていうのはなんか心がけた感じですね,いやもうね一番テレビが、まあ、僕にとってもテレビらしい時期かなまあ、ね。はい デクでンちゃんこれ読んでみてこの川口義さん来たらこの人たち何をやってんだろうったで,すか <laughs> でもまずやっぱりこの「探検隊」シリーズがこう本当にテレビ界を変えたり、はい、その本にも書かれてるようにこうやらせなんじゃないかっていうのが、はい、そういうのを全部経た時代のユーマの番組とかしか見てないんですよ、うん、もうみんなギャグと思って見てるっていうのが前提の視聴者として生きてきたんで。はい 結構その最初の鹿島さんがちゃんと熱中してる時期の話とかがすごい新鮮に面白くて、はいはい、でそして同世代から「いやいやあれもうギャグだよ」みたいな扱いを受けてくのとか切ないなと思いつつ、はい。 確立された番組なのかなっていう、周りの友達なんかも笑ってましたからね。でも、箇所の僕結構、マジで普通に信じてたんですよ。結構、普通に。あ、そうですよね。このね、原人バーゴン、すげえ奴らが捕獲されたと。捕獲して、あれですよ、ヘリコプター乗せて、日本に。ち水曜スペシャル探検隊って、結構いるかいないかで、ちらっと。 いるかいないかで終わるっていうのが、お決まりのパターンなんですよ。そして我らの冒険終わったみたいな感じで。だけど、原始エンジンバーゴンはホラーなに行ったら、槍持って出てきて。それを捕まえて、ヘリコプターです。みんな探検隊で去っていくんですよ。はい去っていく これ小学校五年生だったんですけどえ、なんだこの完全決着はと思ってびっくりしちゃって歴史的に大事件ですよだから僕この本でも書きましたけど初めて新聞の社会面を次の日くまなく調べてあれ載ってないななんで報道されてないんだとやっぱり 田舎の新聞だかからなそういうもんじゃないにと。で学校の図書館行って朝日新聞とか読売新聞も調べたけど載ってないこれいよいよおかしいなっていうのですごく悶々としてたんですよ。この本ね「やらせて情熱」これ本当プチ鹿島さんが川口良し探検隊を掘り下げるうちにもうマジで鹿島さん自身が探検してるようなそうなんで冊。もともと僕はなんでこの本を作ったかって言ったら子どもの頃謎ばっかりですよね。 はい、あれって結局何だったんだろうとか、うん、で世間の評価低いわけですよ、うん、でも僕は実際ジャングルに行ってるわけだから危険な目にも合ってるだろうなって思ってたんで僕はやっぱり大変なご苦労とかあったと思うんですっていうオファーを手紙に書いたらじゃあそれならっていうことでお一人出てきていただいてそれまでやっぱり断ってたらしいんですよね川口さんがもうお亡くなりになってるのであの番組はちゃんと真面目にやってたっていう ことでなくなってますからその後なんかこう茶化すような本とかに乗っかっちゃいけないなっていうことでうん、うん、だけど僕のアプローチの仕方はあそれだったらじゃあこんな苦労があったんでっていうので出てきてくれたんですよねうん、うん、で実際僕2時間ぐらいもう嬉しくてねうん、うん、ほりはほり聞いてうん、うん で、じゃあ、誰か、次、お友達紹介していただけますか。笑っていいともほしい。なんですね。で、こいつだったら、多分、話しても大丈夫だっていうのは、多分、メールで。そうなんです。で、それで、まあ、十人ぐらいにお話聞けたんですよね。なんか、いつの間にか、あの、本当の社会問題になった、あの捏造事件の。当事はい、だから、結局、僕も、聞きたかったのは、やらせって言われて、まあ、やらせなんでしょうけど。でも、その中、じゃ、やらせって一言で、じゃ、いい加減にやってるかって言えば。 命をかけたやらせだってあるわけだし、うん、やっぱワンカットで撮るのにこだわっていて、うんうん、ヘビをやっぱり仕込むんですって、うん、上から落ちてきたりとか、うん、下から出てきたりとか、うん、ただそれをワンカットで撮りたいから、NG は必要あの出しちゃダメじゃないですか。うん、だから用意スタートの前に。 普通にカメラのそばにいたあのジャングルですから野生のヘビとかは AD が駆除するっていうんですよね。そうだからでドッケビを駆除して「いやそれ,それも探検じゃないですか」って僕は言うんですけど<ー>そこら辺がおかしくなってて「あそうですかね」みたいな感じなの なんか決まった絵のために非常に努力しているその絵ってのはやっぱり劇的なんですよ毒蛇がわーって降ってきたりとか降ってくんですよね川口飛翔さん全然違う今度は大きい蛇がだからその絵にこだわるからこそジャングルの中に行ってロケをするんですけど本当に危険なことも隣り合わせてすごい面白かったそこら辺普通やらせて手っ取り早く視聴率を稼ぐためにやらせしてるんけど落ちたいというものがある手っ取り早くないですよねやっぱりエンタメ娯楽にこだわってたみたいですねだから実際聞いて この間も「クレイジージャーニー」って番組見てたら洞窟探検家の、まあ、ガチの方の話を聞いてて、はい、洞窟って一切光がないから、うん、で水がたくさんあるじゃないですかうん、うん、ちょっとでももうぬ濡れると体が乾かないと、うん、で足の皮とかもベロベロに向けてきちゃうっていうんですよね、はいはい、それ残塹壕足っていうらしいんですけどで実はそれあっと思ってこの探検隊のスタッフも。<laughs> スタッフ 実はもう,もうガチすぎたところにいてもう濡れたままでずっといるから皮がめくれちゃって最終的に失神しちゃったっていう人の話も残同じじゃんっていうし,し,かしかもそれは映像に映ってないわけです、うん、映ってないんですなそれはなぜかといったら絵ととして地味すぎる倒れた人も結構いるらしいんですけど<ー>なんかその倒れ方わざとらしいなみたいなでカットになったとか、えー、本当に倒れてるんですよガチで探検ですよ、うん だけど演技で背中に雲が降ってきて、ね、うわーとか言ってるのはオッケーなんですね。不思議な状態ですよね。ねこれ後、わかん、あの初めて知ったんですけど、本当に川口浩さん携帯がメディア論の教材になってた。っていう、ね、今でも。<う>ううだから元隊員の方たちも、やっぱり青春の思い出として喋ってくれる方もいれば。今でもあの番組をやったことに、後悔を持っている。っていう人、<ー>胸がチクチクするっていう人がいて。じゃあ、今何やってるんですかって聞いたら、当時は。もう年に何回か。 将来メディアに就職したいっていう人のための学生さんに川内浩の探検隊の教材 VTR を使って教材にしてるとでこれどこまでがやらせか書いてごらんで自言次週いや全部やらせでしたみたいな感じでこうなっちゃダメですよっていう食いてる人もいるんですだからそれもちゃんと読んでいただければなんかやらせいやなんか面白ければいいだろうでたらめ万歳みたいなそういうノリではないんです確確かにかに 川口女子探検隊の川口博さん以外の人たちって僕誰かか結局こんなにこ、はい、みんなで情熱持って素晴らしいものを作っても川口博というスターしか生み出されていないっていうのも割と残酷というか掘り下げたんですよ僕も謎だったんですけど、ね、やっぱ聞いてみたらやっぱり探検なんだけどイコールロケでもあるので,、うん、で放送作家さんとか若い AD さんたちが隊員役なんで。 たまに日本に帰ったりして、仕事をしなくちゃいけない人もいて、入れ替わりが激しいんですって。<laughs> そうか。だから、何々隊員って言っちゃうと、何々隊員は最後なんでいないんだみたいなことになっちゃう。であくまで。こういうこと。名前を名乗らず。<laughs> ね、名前を名乗ってるのは川口隊長だけなんです。いや、でね、うん。あ、なんか、酒盛りとかしてるシーンとかね。そう,そうです。そうです。あれ、本当に、さ盛りしてたんですか、ね。本当に、川口さんは酒盛りをしてたらしいですね。<laughs> で他のスタッフたちは酒紡りをしているっていう定位でハイ、はい、カットってなるとその日のそれも含めたシーンの VTR のチェックしなくちゃいけないから <laughs> そこから本当の仕事が始ままるっつってましたそんな過酷な撮影をしていた探検隊このあと番組終了のきっかけになったある事件の真相を探るにゃー 川口博さんがピラニアで指を噛まれたっていうのは本当なんですむしろピラニアを釣るのに慣れて <laughs> で手で外そうとしたらやられた <laughs> かつてやらせと揶揄されるも絶大な人気を誇った川口博士探検隊ですがある事件が番組終了のきっかけになったそうですでもやっぱ終わることになったっていうのは、うん あのテレビ朝日で、うん、お昼の「アフタヌーンショー」っていう番組はずっと名物番組やったんですけどそこのコーナーで女番長を追っかけていったらその場でリンチシーンリンチらしきものが撮れたんですけどうん、うん、それがディレクターからのお願いやらせだったんじゃないかっていうのが NHK が最初スクープして社会問題になってでアフタヌーンショーは打ち切りになったんです。うんはい、で同じじテレ朝といえばじゃあ 水曜スペシャルのやらせはいいのかみたいな完全にもらい事故みたいになって打ち切りになったっていうのは定説だったんですけど今回改めて聞いてみたらまあやっぱりそれの影響も多いとただ僕もやっぱり「水曜スペシャル探検隊イコールやらせ」っていう世間のイメージで僕も聞き入ったら現場では本当に大変なことあったわけじゃないですか。じゃあ簡単にには一言に言えなないんだやっぱ検証って必要ななんだなっていうのをしみじみ味わったので編集者の方と「 じゃああのアフタヌーンショーやらせ事件ってあれもよくよく考えるとあの検証されてないよね<ー>、うん、じゃああの元逮捕までされたディレクターの人って今どうしてるんだろうって、うんね、調べたらあの事件の翌年に本出してるんですよね。 あれはやらせじゃないって言ってて言るわけですねつまりテレビ局側としては NHK からの社会問題になったから早々に謝罪して幕引きしちゃえばいいっていうのがまああの元ディレクター側の言い分でこれってじゃあ本当のことは何なんだろうっていうのが 後半年年かかったんで最近の番組でももう本当にんかその辺の視聴者の目も厳しいしそれこそ SNS があるからふとバレちゃう時があったりとかするんでもうすごく気をつけて制作されてると思いますけど皆さん。例えばじゃあこういう設定があってカメラの前には誰でもちょっと日常の自分とは違うテンション分かるじゃないですか。何かかサービス精神とと過剰にやるこは ある大枠の設定があるだけで、うん、じゃあこれが完全にねっだから僕この本で例えたのは田原総一郎さんが朝まで生テレビで急にスイッチ入って「バカ野郎」とか言うじゃないですか、はい、じゃああれ捏造だやらせだっていう人もいるけど、はい、でもあれは田原さんのこの場を盛り上げようとする自分のサービス精神でもあるし、はい、嘘ではないですよね。 なんかあまりにも厳しい目を持ってる人たちに対しては、はい、もう本当その辺出かけて、うん、なんか野生の動物でも見とけばいうなっでそれって、うん、実は時間がかかって全然面白くないことなんですよね。でやっぱこの川口悠史短期隊が終わった後、はいうん、やっぱそのメディア自体のちょっとなんか空気は変わってきましたよね。変わってきたまあ時代がね,ねまあ90年代からっていうのになってきてなんかだんだんクレーム電話も多くなってきたみたいなんですけどもね。 徳川埋蔵金とかやっぱこの脈々と通ずる、うんはい、これがまた面白いのがあれは信じてたんでしょみんなやってるじですか、はい、<laughs> 川口博史探検隊のスタッフが TBS から招かれて徳川埋蔵金を始めたんですけど、はい、いざ始めてみたらどんどんなんか変な穴が出てきちゃってあれは全部ガチらしいんですよだからこれが面白くてずっとエンタメとかロケをやってた人が同じ探検シリーズでは次ガチの探検をしてるっていう。 うんね、逆にどうやって取ろうってなったんだたろうなっていう,う,う、はい、糸石下さんは完全にも信じてたわけで,、はい、で実は穴は本当にあったわけだから、うん、これも面白いんですよね<ー>、うん、やらせと演出の違い実に感慨深いにゃそんなわけでこの後デカミちゃんも驚くやらせと情熱まさかの落ちて どうなっちゃうんだと思ってからのあの大落ちがやっぱくて、はい、新著やらせと情熱はプチカ島さんがある人物を探し求める探検の記録でもあったそうです 鹿島さんがチーフプロデューサー、鹿児島探検隊の加藤さんに会いに行く。探検の旅でもあったわけ。はいはい、最初はそういうコンセプトだったんですよ。途中で、あれ、結局どうなったのかな。結局だから、あの、元隊員の方たちに、一番最後に共通して聞いたのが。そのプロデューサーの加藤さんっていう、うん、まあ、まあ、昭和の。伝説のプロデューサーみたいな豪傑なエピソード、はい、デタラメなエピソードばっかり入ってくるんで。加藤さんに会うのが。 僕らの探検なんですっていうとはい、はい、みんな一様に口をつぐつぐむんですよねあ<ー>おだからね気になるんですよ読んでく方、はい。というのはもともと2000年代中盤にある事件があってテリアサを懲戒解雇かなんかされているわけです <laughs>、はい だからテレビマン的には僕らは聞いたのは現役の今テレビマンで偉くなってる人だからやっぱりちょっと触れたくないのかなっていうのとあと本当に消息が分からない,い加藤さん連絡取れないんですよねっていう人もいてどうやら調べてみたらちょっとご病気でリタイアされていてっていうのでもう諦めた方がいいよっていうで最後の人が出てきて。 さんいう方出てきてくださったあの最後の一章というかあのセクションも急にんていうんですかね本の中の作風が変わるじゃないですけど独白風になるのがえこれ どうなっちゃうんだと思ってからのあのお家がやばくな、はい、<laughs> ちょっとこれは読<や> <laughs> んでほしいんで言わないですけど<あ>うんでも結局家具治療師探検でも本当か嘘か分かんない、はい、もやもやしたものっていうのを受け取る独語、はい、<う>感としては最高だったなっていう、はい、だから最後の最後に本当はチーフプロデューサーの加藤さんにお会いしたかったんですが、うんうん、まあご病気とか連絡の途切りはないっていうので会えない、はい、まあそういう 落ちて探検隊っぽいかなセルフパロリーになるかなと思ったらいや加藤さんと同じぐらいすごい人がいるよって聞いてその人はすんなり取材受けてくれたんですよしかもごく近いところにいたごく近いところにいためちゃくちゃいいところで事務所構えていてで何でも話すからその代わり加藤ちゃん追うのはやめろってもうもうう加藤ちゃんももう俺が出てきたから俺が全部話しているからもうその語りからすごいんですよでやっぱり一時間ぐらいもう独演会で圧倒されちゃって、うん これは口調はご本人に限りなく近いだからなんかお会いしてないのにあれですけどすげえテレビ版みたいなしゃり方だすげえ傲慢さがにじみ出ててで実際それぐらいのキャリアがある方で,で僕これ1時間ぐらいで編集者とこれどう表現しようかねで今までの隊員の人たちは僕の質問があって答えてくれるっていうなんか会話調があったんですけど。 これれ最後僕の質問とか一切入れずに、うん、まあほぼ僕行った時も一方的に独白独演会だったから <laughs> あのまんま出せばいいんじゃないかっていうはい、はい、でそうすればその人のなんか豪快さというか不適さというか、うん、でもたまにちょっといいことを言うみたいなああいう昭和のテレビマンらしさっていうのが全部もう一切脚色なしでね、えー、あの出せばいいんじゃないかっていうので最後独白賞にしたんですよ。 私はすごいこう紙の本ならではのいいなと思ったのがその独白が終わった次のページその文章のてないページ見せていいですかかが終わって「わ終わった!」って思った後に。 このページなのがすごい良くて、探検のなんか一組りが本当にその読独語感のその迷い込んじゃった感じをめちゃめちゃ見透かされてるかって迷い込んだようにも思えるし、ちょっと一筋の光も出口のちょっと抜けたようにも見えるし、ここはねやっぱり一緒に本作ってくれた。 栗田さん栗田隊員編集者ですねが全部うまいことやってくれましたね余韻に浸れると思いますなんか電子書籍とかだと体感できなかったなって見開きだからこそだなと思って栗田さんもぜひこれは紙で買ってほしいってずっと言ってましたね電子書籍で読んじゃったわこれ味わってください本当にこれ味わってほしかったなこの歯っだからこれの紙も実は 結構安めの紙使ってるんですよ<ー><ー>これが僕らのこだわりで何、はいはい、ていうかパルプフィクションとかよく言うじゃないですか、はいはい、でも「水曜スペシャル」時代そうじゃないですか、うん、なんかうさんくせえなインチくせえなーってで半信半疑見てまあでも面白かったかなっていう<ー>そういうなんか真実というかそれを表現したくて、うん、これをなんかすげえがっしりとしたハードカバーではい、はい、紙も高級だったら、うん、なんか書いてる内容とちょっと相反するんじゃないかなと思って。 このあとプチカシマさんのおすすめ本「生ける伝説渡辺恒夫」が語る戦後政治とは でかちゃん、今日はですね、あの鹿島さんの新刊について話してきましたけど、今度番組ということで鹿島さんからもおすすめ本が。あお願いします。こちらです。独占告白渡辺恒雄。戦後政治はこうして作られたっていう。なるほど。これに僕にとって未知の怪物、未知の怪物らしい。十九歳で徴兵され、戦争を経験した後、政治記者となった渡辺恒雄が目にした。 戦後の日本政治を綴った一冊。これ NHK スペシャルで一回インタビューやって、<ー>それがすごく面白かったんですけど、はい、プロデューサーの方がテキストとしても起こしたんですよね。うんうん、で渡辺淳之さんのもう本当にもう学生の頃からまあ新聞記者になって今に至るまでが余すことなく書かれているんですよ。でもね本の三分の一ぐらいはとにかく自分はもう戦争は絶対に嫌なんだっていうとこから。うん あの結構しゃべってらすしてというのも戦争動員されていて、ね、で帰ってきてもうこんな目には絶対会いたくないじゃあ世の中を良くするためにはどうするんだっていう時に一回共産党に入るわけですよねうん、うん、でも共産党もなんか自分が似たような当時はですようん、うん、権力的なものを感じてやめて新聞社に入る。うんうん、でなめせんさんがすごいところは共産党で習った権力闘争のすべを全部読みる新聞で <laughs> ライバルをそうやって蹴散らしていく、はい、本人が言ってるのですからすごいですよね。ね でしかもさらに政治家大野万博とか当時の大物政治家に取り入って取材だけ番記者だけじゃなくてむしろその側のなんかサポートする人になっちゃってだからもうどっち側の人しか分かんないですだからそこはちゃんとあの議論されるべきところなんですあの新聞記者ってどこまで食い込むのはいいとしても政治家側になったらダメだよね。 書くことに偏りが生まれてるんじゃないかって思わせてしまいますからねだからそういう考えさせる章もいろいろありますけど、うん、でも一方で最後の方で何回も言ってるのが自分たちの代はまだ戦争を知ってるから、うん、まあこれ絶対やっちゃいけないで俺は新聞記者ある人は政治家まあいろんな そこでそれは共通して普段考え方は別々でもね、はい、そこは一貫してるんだろうけどこれからどうなるのかっていうの不安を持ってるんですよね<ー>そこはなんかちょっとまた響きましたね,ねまあ本当未知の怪物と言ったら失礼ですけど<ー>もうよだれを垂らして読んじゃいました <laughs> なんかそれだけの経験値を持った人が一番伝えたいというか、その最初に語る言葉が戦争はもうしたくないっていう。ことをちょっと考えなきゃいけない。ですねそこはね、一貫してましたよね。いやいや、じゃ、ちょっとチェックしてみて、いただければと思います。あっという間にね、もう本当に時間が。はい。ただきましたけど。ということで、本日のゲスト。時事芸人のプチ鹿島さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。 公式 youtube にて見逃し配信中ホームページからバナーをクリック喜怒哀楽が全部選挙現場って詰まってるから落ちたらもう普通の人ですから必死なんですよ最近ももう椅子から崩れ落ちるとか